形において大事にしてる考え方についてもらってるし、はいはいはい、自分で作った言葉があります、はい、これが PDNG なんですね。 PDNG、はい、で皆さん知っている PDCA っていう言葉があって、プラン・ドゥ・チェック・アクション、ね、計画して実行して、絶えずチェックして修正してまた実行していくっていうことなんですが、で私はですね、経営者は違うって思っているんです。 PCA ではない、はい、PDNG はプラン・ドゥ・ネバー・ギブ・アップなんですね。諦めない、はい、計画してやり始めたら諦めない、最後までやる、成功するまでやる、だから失敗しないっていうですねいうことなんですが、いやそんなこと言って大丈夫なのってまた言われるんですけれども、社長の仕事って何だろうというと、まあ、会社の長期的なビジョンであったり戦略であったり、簡単に変えられないものなんですよ。で、ですからチェックっていう言葉を使った瞬間に社員は不安になるんですね。で、社長の言ってることって変わらないよねって、うん、10年経っても20年経っても、ね、変わらないよね、そこがブレないっていうのはやっぱり安心感の要素が大きいですね、はい、その代わり私は部長とか課長たちにはチェックしてねってお願いしてます、なるほど、中間管理職層彼らは戦術の話なので、絶えず今の時代にどうフィットさせるかっていうことですから、そのチェックが必要ですよね。そこはだから役割分担だと思っていて、はい、だからその諦めずにやるということで達成できる。チェックをするともう一つ問題はですね、チェックしたらちょっとなんかこううまくいかないので、はい、変えようとかってなると、結局達成させようっていう意欲っていいますか、気力がなえることもありますよね。変えた方がいいんじゃないかと迷ったりとか、そう、その迷いがもう無駄っていう。なるほど、一度決めたら。でなぜそれがそのネバーギブアップと言い切れるのかっていうと、その例えば儲けようっていう話だったら、もっとうまい儲け方はあるよねっていう話でチェックかかるんですよ。じゃなくて、やっぱり会社のあるべき姿っていうのは地域だとか社会の役に立つ、あるいは役に立ち続けるということだと思っているの で、それってあんまりブレるはずがないんですよね。あり方の部分ではネバーギブアップ、はい、そうです。でそのやり方のところでチェックかければいいっていう、はい、あとご友人からの一言、自分はなんて運のいいやつだと思ってたんですね、はいはい、運がいいというのは、欲しい情報は向こうからやってくる、会いたい人にはなんかいつの間にか会えちゃう、運がいいって思っていたら、はい、友人からですね、お前自分のこと本当に分かってないんだねって言われまして、なんだよって言ったら、お前ね、何回ねあの人に会いたいとかこんなこと知りたいって口走ってたか意識ないのって、え、いやそんな言ったっけみたいな感じですよ。でまあ結局どういうところだことだったかというと、やっぱり諦めが悪いっていう自分でこれは認識してるんですけど、だからそのこんなことしたいとかって思うと、なんかかなり強い思いが結構持続するんですね。だから知らない間に口に出てる、周りは多分たまったもんじゃないんですね、何度も聞かされていたと。でなんか周りの人たちがチャンスを見つけて私に紹介してくる、それだけの話だったっていう。ずっと口に出してこの人に会いたい、これをやりたいって言ってたら、はい、周りが助けてくれ、いつの間にか。そうなんです。だから出すことがまあ大事という意識よりも、まあ自分からすればやっぱり本当にやるべきこと、やりたいことって思ってるからそうなったんですよね。意識的に言うとなんかいやらしいかもしれませんね、無意識に出るぐらい強い思いを持つと、ね、はいはい、我々このコンテンツを100年後、1000年後まで残していきたいと思っているんですけれども、はい、令和の時代を生きた経営者の一人として、はい、100年後へのメッセージを紹介いただけますでしょうか。はいはい、まず経営者として私は20年30年後に責任を負わなくちゃいけないと思っています。先ほど若い社員に対してっていう言い方でも同じことを言いましたけれども、彼らは自分の将来を私たちに委ねているわけです。ですからそこに責任を負わなきゃいけない。よく経営者仲間で話すときに、平野君はあんたよくね20年後とか言うけど明日のことも分かんないのに
そんな無責任なことよく言うねって言われるんですよ、はい、で私逆に言い返すんですが、じゃあね明日のこと分かんないって今おっしゃったその言葉をあなたは新入社員の前で言いますか、そんなこと言ったらやめますよ、じゃあ私が20年後ということを言うのには裏付けがあります。まずその20年後に責任を持たなきゃいけないってこともそうですけども、例えば今年出したお店って5年で例えば投資を回収するかもしれないけど、それから後が利益ですよね、はい、その後があって初めて会社って利益がたまるし、社員に何かができるし成長するんですよね。後が大事なんです。ということは5年間、まあ、例えば利益が出たとしても、その後に赤字を垂れ流す会社にお店にもしなったら、トータルマイナスですよね、はい、むしろ10年先20年先がどうなっているかを考えなきゃいけません。だからそれは必須ですよね。ということと同時に、分かんないこと確かにいっぱいあります。でも分かっていることもあるんです。例えば高齢化って言いますけれども、高齢者の定義は厚労省によれば65歳。今45歳の人が20年後に65歳になる。今から生まれてくるわけではない、決まってるんですよ。まあ、その中で、まあ、何人ぐらいの方が残念ながら亡くなるかっていうのも大体統計的には分かってる。で逆に言うとそれを支える若年層がどのぐらいいるかっていうのも20年後の20歳はもう今年生まれてますから、はい、分かってますよね、まあ、それからさっきテクノロジーの話をしましたけど、これにしてもどんなテクノロジーがどんなことを生むかとか、どんなものにより影響を及ぼすかっていうことの想像はつきますよね。準備できることはありますよね。でそれは確かに20年後の詳細な予想はできない。だけれども少なくともそれを考えて準備している会社と、明日のことは分かんないって放棄している会社に差がつくことは間違いないでしょ。どっちが残る可能性が高いですか。で、まあ、そのような20年という先、あるいは30年という先を、まあ、私が断言できるもう一つの要素は、その会社が利益を出したいっていうんだったら、まあ、他にもやり方はあるかもしれない、はい、でも社会に対して地域に対してこういうことをできなくちゃいけないよね、こうあるべきだよね、これはそう簡単に変わるはずがないので、これは結構言い切れるんですね。まあ、それを迷わずに言い切って、まあ実は言ってる本人が一番不安なのかもしれませんが、でも周りを不安にさせない、周りが自信持って進めるように私が自信持って語るっていうのはやっぱり経営者の務めなんだと。それ100年後も変わらないですよね。リーダーってそういうことだと思うんです。リーダーの決断はいわゆる組織の長になればなるほど本当は誰も知らないことに対して決断をするんです。誰も知らない決断が全て正しいはずはないかもしれない。でもトップのリーダーの下した決断をその組織のみんなが信じて力を結集させると、実はそれが正解になるっていうことも往々にして起こります。だからリーダーはその負担をね、絶えず自分が担ってみんなに安心して取り組める、そのようにしてあげるということが大事なんだと思ってます。平野社長、今日は貴重なお話を聞かせていただきまして、はい、ありがとうございます。